けんチャンネルへようこそ。今回は重曹歯磨きについてお話していきます。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。また歯に関する面白い動画もたくさんアップしていますので、チャンネル登録よろしくお願いします。まず重曹歯磨きというのはどんなものかというと、歯磨き粉の代わりに重曹を用いて歯磨きをする方法になります。一般的には重曹とお水を混ぜたものを歯ブラシにつけてゴシゴシ歯磨きをする方法になるんですが、昔は全く多分聞かなかったんですが、最近ではすごく流行ってるって言い方なんですけど、耳にすることがあると思います。この重曹歯磨きというのはなぜ流行っているかというと、重曹を使うことで歯が白くなると言われたり、汚れがすごく落ちやすいと言われたりしています。実際のところどうなのかは僕の方で説明していきます。まず一つ目に、重曹を使って歯磨きをすると歯が白くなるかについてお話していきます。重曹自体が歯を白くする効果は実際全くないです。ですので重曹歯磨きで歯が白くなったと SNS などで取り上げられたりするのは、これは間違いではないですけど、重曹本体の効果によって白くなっているわけではなくて、汚れが落ちたことで白く見えているだけです。なので歯磨き粉の成分の方が白くする材料であったり、もちろんホワイトニングの方が歯は白くなります。重曹を使うことで歯がどんどん白くなるというのは間違いなので、重曹を使えばホワイトニングしなくていいってわけではございません。ではなぜ重曹歯磨きすると良いと言われるかというと、この重曹というものの成分は研磨する力がすごく強いんですね。重曹というのは炭酸水素ナトリウムといって、人体に基本的に害のない物質になります。主な働きは洗剤などに入っています。なので食器とか洗うときに重曹が入っています。なのでこう研磨する力というのは重曹はとても強いんですね。なので歯磨きするときに重曹歯磨きすることによって汚れが落ちやすくなります。研磨する能力が非常に高いんですね。なのでこの重曹歯磨きすることによって汚れが落ちて歯が白く見えるということで、ホワイトニング作用があるかのように実際に立ってますが、そうではないです。でも汚れは落ちやすくなります。重曹を使えば汚れがすごく落ちる、研磨力が高いということはガンガン使いたくなりそうですが、実際は使いすぎると歯の表面を傷つけてしまって、逆に歯がギザギザになってそこに汚れがつきやすくなってしまいます。歯が削れてしまうと自然に修復はされないので、重曹磨きでゴシ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 やってしまうと逆にどんどん歯が弱ってきてしまいます。なので過剰にやるのはおすすめしません。また重曹歯磨きで知覚過敏になってしまうこともあるので、それもとても注意が必要です。普段冷たいものが染みるだけだったのが普通の水でも染みるようになっちゃうなど、重曹歯磨きしすぎることによって知覚過敏がどんどん、ね、増大してしまうので、そこも気をつけてください。また重曹というのは実際ちょっと舐めてみるとしょっぱいんですね。重曹はですね、塩と同じような成分なんですね。なので過剰に重曹歯磨きしてしまうと塩分の取りすぎになってしまうんですね。なので体にも良くないので、あまり過剰に重曹歯磨きしすぎるのは良くないです。またもう一つ、重曹はとても強いアルカリ性です。なので何が言いたいかというと、口腔粘膜、お口の中の粘膜ですね、がダメージを受けてしまうこともあります。なので強い濃度の重曹でうがいしすぎると、ただれるまでいかなくてもお口の中の粘膜がダメージを受けてしまうので、適度な量と濃度でうがいするようにしてください。この重曹歯磨きですが、今のところ研磨力だけ優れてるような感じもしますが、ある諸説によると歯周病であったり虫歯予防にもなると言われてますが、確実に絶対そうというわけではまだないので、そこはあんまり信用はできないかなと思います。歯医者の先生が重曹歯磨きをすごい勧めるってことはあまりないと思います。僕自身も勧めないですし、重曹歯磨きもプラスして普通の歯磨きもしてとも思わないです。普通の歯磨きだけで十分です。普通の今市販で売られている歯磨き粉の成分すごくいいので、なので別に重曹歯磨きをわざわざする必要はないです。費用対効果を考えても、やはりオフィスホワイトニングと呼ばれるクリニックで行うホワイトニングをする方が絶対にいいです。歯を白くなおかつ綺麗にしたいのであれば、クリーニングとホワイトニング、これをクリニックで行えば確実に歯は綺麗になってきます。不確実な重曹歯磨きで期待するのはあまり僕はお勧めしません。ということで今回は重曹歯磨きについてお話しました。この動画が良かったと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。またインスタグラムと LINE アットもやっていますので、概要欄からフォローの方よろしくお願いします。また A クリニックデンタルのホームページも概要欄に貼っていますので、チェックの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。